が外回り 1600m 16頭が出走して中山では今日最初の隣の芝生と芝コースコンディションは午後上空は青空を占める場面が多くなってきました。1コーナーの枠入り最後です。ウィンソフィー16番ゲートに流されます。はい、16頭ゲートに揃いました。スタートしました。2コーナーを目指して先行争い、まだ一戦の中、内2番ゴールデン吉野、真ん中をして7番キーファクター、ゴールデン吉野わずかに先頭、内合わせて1番大名未来、白い帽子2頭先頭、2番手で外回りに行きます。7番キーファクター、3番手11番ソレントフェイバー、4番手で奥舞台向上面に入っています。5番手が外14番ロータスペトル、内下がらず3番の火曜電化、9番ベストフィーリング、このグループです。3コーナーを目指していきます。今審査中段は16番ウィンソフィー、12番レベルドツクバ、内4番のダンビーズマ、ここは先頭まで10馬身、このグループに13番クイーンズステラが向かっていきました。後方から4投目10番スペースシャワー、6番クチャククイーン追走で、8番カナダクリーク後方から2投目、最後方5番のモーイスマイザーです。もう1投います。大きく遅れて15番シュネーシュルツァイ後方です。800を切って3コーナーのカーブに入ります。2番ゴールデン吉野先頭、リードは1馬身、11番トレントフェイバーが2番手に上がりました。9番ベストフィーリングも3番手に上がって600を切って3、4コーナー中間、1番大名未来は交代、外から押し上げる13番クイーンズステラ、真ん中は14番ロータスケトル、4コーナーターゲット、大外は10番ステージシャワーがぐーっと上がっていきました。その後は16番のウィンソフィーです。4コーナーターブ直線に向きます。今度は先頭9番ベストフィーリングに変わりそうです。打ち切り下がってトレントフェイバー、3番手は13番当たったけどね。13番は人気数ですか？13番から俺勝てるんです。え？じゃあ1番人気来ちゃったの。大丈夫だよ、すみません。お待ちください。